今年もこの季節がやってまいりました。 Amazon のプライムデー間もなく始まります。今日のタイトルは限定セール、プライムデーでポッドキャスターの生産性爆上げアイテムをゲットということでですね、ポッドキャスターさん目線でこれは絶対買いですというものをですね、厳選してご紹介させていただきます。では最後まで聞いていってください。この番組はポッドキャストのことを勉強できるポッドキャスト番組をお届けしております。ポッドキャスターに関係する最新のテック情報や機材レビュー、海外情報、ライフハック情報を Apple Podcast をキーステーションにマルチ配信でお届けしております。間もなく3番線にではなく、間もなく7月11日の木曜日から、あれもう始まってるのか、17日水曜日の23時59分まで、ポイントアップ還元ですね、始まっておりますけども、16日と17日ですね、本ちゃんのセールは、びっくりした、そう、本番はですね、16日と17日なんですけども、今ですねキャンペーンのエントリー期間になっています。キャンペーンにエントリーしてお得に買い物をするとポイントをチャリンチャリンチャリンとですねゲットできるようになっております。ちょっと最初にですね、ポイントアップするためのコツをご紹介させていただきたいと思います。いくつかあるんですけども、まずは、キャンペーンにエントリーしておくっていうことと、合計1万円以上の買い物をする、これでポイントの付与が40日間程度で、配当されるということですね。さらにポイントアップするために、プライム会員になると 3% アップ、そして Amazon のマスターカードでのお支払いで最大 4% アップ、そして、カテゴリー商品の購入で 8%、 どんなカテゴリーを買うかというとですね、工具、園芸、水回り系のエクステリア、スマートホームのご購入、スマートホーム関連のグッズですかね。うん。例えば、なんだろうな、カメラとか、屋外カメラとか、間接照明とか、なんかそういうみたいですね。はい。あと、なんだろう、そう、いろいろあります。でですね、こちらですね、ギフトカードなんかもですね、使えるようになってます。もう爆買いしちゃって、もう私は止まらないタイプなんですねっていう方はですね、ギフトカードで払って、なんかですね、こうリミットをあえて自分で設けておくっていう買い方もすごく安心ではないかなというふうに思います。またギフトカードですね、例えばね、両親にプレゼントするとか友達にプレゼントするとかっていうことも、できますので、ぜひいろんなオプションがあります、そしてプライム会員無料でできますので、こちらの概要欄にもねリンクで貼っておきますので、気になる方だけチェックしてみてください。はい、でですね、この Amazon の、セール、なんとですね、16日から17日なんですけども、それに先立ってもうプライムデーですね、始まっておりました。はい、先行セールが始まっております。先行セール、そしてその中でですね、これはポッドキャスターに最高じゃねっていうのがね、いくつかもね今結構あったんですよ、なのでポッドキャスト大学でもですね漏れなくご紹介させていただきたいと思います。一つ目がこちら、アップルエアポッツ第三世代。はい、エアポッツがあるとね、何かとポッドキャスト聞くよね、きっとね。うん。だって、ワイヤレスでランニングしながらとか聞けるしね、料理しなりとか、アイロンかけながらとか、ですね、そのハンズフリーでですね、これですね、聞けちゃいますね。だから、ポッドキャスト聞きまくりたいという方ですね。そしてノイズキャンセリングの環境でめちゃめちゃいい感じで、聞きたいという方はですね、この AirPods おすすめだと思います。マイナス12%オフで、通常価格が、参考価格が 27,800 円のが 24,500円となっております。だいたい3000円ぐらいですかね、安くなってますね。うん。はい、ですね、
こちらなんかAmazon のこれページ見ると AirPods を購入すると Apple Music を3ヶ月間無料で手に入るというですね、そんな嬉しいキャンペーンも入っておりました。こちら最初は AirPods、Apple AirPods の第3世代をご紹介させていただきました。はい、そして続きましてが、こちら Elegato Stream Deck MK2 すいません、Elegato ってでした、 Elegato Stream Deck、エルガトっていう会社のストリームデックの MK2 ですね。うん。これ実は最後に紹介しようと思ったんですけど、これはですね、配信者さん向けの、タッチパネルの、まあ、ショートカットキーボードですね。はい。こちらですね、プライムデー先行セールで、このコンパクトなタイプが安くなっておりました。マイナス 26% オフっていうこと。26% オフということで、22,980円のものが 16,960円という形になっています。ですね、これは LCD ボタンが15個あるタイプの、まあ、標準的なものなんですけども、これね、まあ、ポッドキャスターに何がいいかっていうと、例えば、なんだろうな、この収録するときのボタンを押したりとかっていうのが簡単にできますね。うん。今日も私これ、ちょっとこの XL サイズのやつを持ってるんですけども、ちょっとね、今最近使い始めてまだ慣れていないんですが、かなり役立ってますね。うん。で、これポッドキャストのね、何このマルチ配信してるんで、いろんなページ開けなきゃいけないんですけども、今までね、なんかショートカットでどんどんね、ポチ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 って押していたんですけども、今ね、これを例えば、何、ノート開いて、スタイフ開いて、スプーン開いて、何、サブスタック開いて、スポティファイ4ポッドキャスト開いてっていうのはですね、今までポチ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 って4クリックぐらいしてたんですけど、今1クリックで終わってます。はい。一気に開けるね、ボタンをですね、プリセットすることができるんですよ。これまたね、別の機会にちゃんとレビューしてご紹介したいと思うんですけれども、このね、生産性はね、かなり爆上がりに、なってきていますね、このおかげで。モニター用のですね、イヤモニのですね、回線もこのストリームデックにですね、ロードのキャスタープロから聞く場合と MacBook Pro から聞く場合とそれもねワンクリックで設定変更することができるので大変役立っております。うん。おまけにですね、これまたちょっと別の機会に話そうと思っていたんですが、このストリームデック上にですね YouTube のチャンネルも登録することができて、いつも海外系のですね、YouTuber チェックしてるんですけども、いつもチェックする方の YouTube の、これをですねタブを何このボタンにプリセットしておいて、あ、なんか新しいの上がったなと思ったらワンクリックでその人の YouTube を見に行くっていうこともですねできるんですよ。これなかなかおすすめでございます。はい、いろいろとまたポッドキャスト的にもいいですし、ポッドキャスト以外のライフハックとしても非常に使いやすい、そんなエルガトストリームデック、ございました。はい、続きましてですね、じゃあこれからやっとポッドキャスター系の、機材になってまいります。よろしくお願いします。オーディオテクニカ AT2020GM、オーテクいつも安いよね。オーテクいつも安い。これはですね、今の参考価格が 14,520 円のところが 9,800 円、1万円をね切ってますね。そしてね、なぜかね、7月からこのオーテクの AT2020、 だいたいこれ 11,000 円ぐらいだったんですけど、 14,520 円になってますね。どんどん値上がってる、値上がってる中で、ここでの1万円以下はかなりお買い得だと思います。でですね、この Amazon 限定のガンメタリックカラーっていうのがいつも安いいつも安い。これね、普通はブラックのカラーなんですけど、ブラックは、これはセールの対象になっておりません、残念ながら。はい、これは A という感じなんですけども、Amazon 限定のガンメタリック、ガンメタリックと言われてもちょっとよくわからないと思うんですが、まあ
銀色ですね、銀色で黒のね、ボーダーが入っ、ボーダー黒のラインが入っている、でも結構ねかっこよさそうですよ。うん、これの AT2020 コンデンサーマイク、これがね一番お買い得で一番コスパがいいマイナーコンデンサーマイクだと思います。はい、USB 接続タイプじゃないのでちょっとねあれだと思うんですけども、まあ、オーディオインターフェースを持っている方でありましたら、うん、ぜひ、使ってみる価値はあるかなと思います。例えば普通にね Zoom の会議用とかね、そういうのに1本持っておくっていうだけでも非常に役立つ、マイクになっておりますね。うん、私はこの AT2020 は持ってなくて、もう一個上の AT2035 を持ってるんですけども、すごくね音質はまあ本当になんつうかな、配信者さんみたいな、ザ配信者さんの音、ですね。うん、使ってる人が多いから、なんかモデルとなる音がねたくさんあるので、うん、ありがたいかなと思いますし、これ一本あれば全然ポッドキャスト的には音質的には問題ないですね。確かワクワクラジオさんがこのマイクを使っていたと思います。ワクワクラジオさんの音を聞くと、あ、こういう音なんですかっていうのがね、わかると思いますので、ぜひワクワクラジオ聞いてみてください。さあ続きましても、もう一本マイクのご紹介です。シュア MV7X、 最新のモデルじゃないんですけども、 MV7X がお安くなっておりました。これね MV7 自体は非常にいい音です。非常に声を拾うには最高のマイクだと思っております。ボーカルというよりかでもね、ポッドキャスト向けですね。うん、部屋の宅録、部屋のポッドキャスト収録で、かつあんまり部屋がまあトリートメントしてないというかですね、反響が入っちゃうような環境の方に非常におすすめのマイクとなっておりました。うん、これはですね、キャノンケーブルタイプだったかな、このタイプは。ちょっと待ってね、どれだ、 MV7X の J はどっちだ、ちょっと待って、 XLR タイプですね。はい、 USB がつながるタイプじゃなくて XLR タイプでございます。最新のモデルはね、LED とかね、いっぱいねガチャガチャできるんですけども、なんかタッチパネルとかがあったりするんですが、これは本当にシンプルなバージョンになってますけども、音的にはね、いや全く問題ないレベルだと思いますよ。うん、通常価格、あ、参考価格が 25,740 円のところ 19% オフで 27,779 円、だいたいまあ、うん、ざっくりと 5,000 円ぐらい安くなっております。この MV7 狙っていた方ですね、ぜひ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 この機会ね、手にしてみてはいかがでしょうか。最新モデルは MV7 プラス、これが 37,100 円ですね。なかなか高いね、なかなか高い。今のこの M7X より 17,000 円高いんですけども、音質的にはね、まあそんなに大差ないかなっていうのがね、正直な私の感想ですけれども、MV7 手にしたかった方、また SM7B までは手にできないけれども、安いのでないかなっていうと思っていた方にはですね、このマイクは非常に使いやすい、非常におすすめではないかなと思います。はい、続いてはピンマイクのご紹介です。ピンマイク、ワイヤレスマイク、メーカーわかんない、メーカーわかんないけどピンマイク、はい、これ Amazon のねベストセラー候補になっている、あ、ベストセラーで1位になっているですね、ピンマイクカテゴリーの中のワイヤレスマイクの中でベストセラーになっている BILYWAL っていうですねブランドのワイヤレスマイクです。確かこれ池早さんとか周平さんが使ってってたようなマイクだったかなと思いますね。はい、 iPhone とかにつなぐことができて、ワイヤレスですね、あ、 AI のノイズキャンセリングがついていて、ワイヤレスで
このピンのところに接続できて、スマートフォンに、これ収録することができる。そして連続7時間ですね、ので再生することができるという形になってきております。これの音質は、まあ池原さん周平さんの聞いた時はそこまで悪くない感じでしたですね。まあそんなにいいっていうわけじゃないですけども、そこまでこうすごくノイズが乗ってるというような印象ではありませんでした。はい、通常価格、参考価格が2999円のところ2099円、だから900円お安くなっておりました。こういうのも参考にしてみてください。そして続きましてがこちら、オーディオテクニカ AT8700J ホワイト。ホワイトですよ、ホワイト来ました、ホワイト。こちらマイクのブームですね、ブームマイクですね。はい、こちらですね、ホワイトが安いです。ホワイトだけ安いのかなと思ったら、ブラックも安いですね。はい、ブラックも安いですよ、いいですよ、いいですよ。ですね、こちらですね、通常が1万890円のところ7900円になってます。だから、ざっと計算すると3000円ぐらいですね。3000円ぐらい安くなって、何回言うんですかね。やってますね。はい。標準的なタイプなんですけども、悪くないかなと。オーディオテクニカだし、ジャパン製だし、きっと。メイドインジャパンだよね。メイドインチャイナじゃないよね。あの、チャイナかな。わかんないな。はい、通常これですね、キーパーの過去のログを見てもですね、4月ぐらいまで9869円ですね、このセールになってガクンと下がっております。今ガクンと下がって7900円になっておりますので、これを狙っていた方はですね、必ずチェックしてみていただきたいなというふうに思います。これちなみにもっと安くなってた時あるのかな、わからないな。はい、あ、ちょっと待って、過去1年間見てみよう。あ、過去1年間見てもですね、ずっと1万円台ですね。時に8000円台もあったけど、今一番安いとも狙ってください、よろしくお願いします。こういうね、マイクブームがあるとですね、マイクを固定しておけますし、机もね、幅広くで、使えます。AT2020、AT2035 だけでなく、様々な、マイクを接続することができますので、ぜひチェックしてみてください。はい、続きましてが、同じくオーディオテクニカの商品です。オーディオテクニカのモニター用ヘッドホン、ATH-M50X-GM。このね、GM っていうのはね、何の略かなと思ったらガンメタリックですね。ガンメタリックグレーだから GM だったそうです。はい、今やっとわかりました。大テクの、これね、よくプロの方も使っているモニター用ヘッドホン。モニター用ヘッドホンなので、ヘッドホンの中でいろいろ低音が、重低音がガンガン入るタイプとかね、いろいろね、音色が、違うのがあったりするんですけども、このタイプはですね、本当に音をそのまま届けてくれるですね、モニター用のヘッドホンになっております。スタジオなんかでも使ってる方、ちらほらお見かけします。はい、そんなモデルがですね、これ私も今使ってます。これすごく重宝してますね。2万1000円のところが1万6000円、1万6000円になってます。なんと5000円も安くなってますよ。嬉しい。嬉しいね。一番安くなってるかもしれないね。これね、下げ幅的には。下げ幅っていうか値段的にはね。はい、そういうね、オーディオテクニカのプロも使うようなヘッドホンが安くなってきております。同じくですね、オーテクのこの M50X ではなくて 20X、こちらの方は7480円が4980円になってきておりました。はい、このちょっとね、 M50X がすごくいいモデルなんですけど、それちょっと入門的な M20X もお安くなっているということでご紹介です。
はい、ここまでですねざっくりとご紹介させていただきましたけれども、いかがでしたでしょうか。ヘッドホンがあったりブームマイクがあったりピンマイクがあったり、手話のいいマイク MV7X があったり、あとはオーディオテクニカの AT2020 があったりなどなどありましたけれども、皆さんの心にぐさっと刺さったものはありましたでしょうか。私的にですね、今まあ最近ストリームデック使い始めているのでいろいろ調べていたらですね、なんとこのストリームデック全般的にねプライムデーの先行セールになってるんですよ。ストリームデックの MK2 のホワイト、さっき MK2 紹介しましたけど、このブラックとホワイト両方セール対象になってました。5000円ぐらい安くなってます。はい、そして MK2 じゃなくて、ストリームデックプラスホワイト、こちらはですね、スタジオっぽくですね、このモニターの何、これなんていうかな、これコントローラー、サウンドのコントローラー付きのタイプ、こちらがですね、これも6000円ぐらい安くなってますよ。すごい安くなってるんですよ、どれも。うん、ですので、このストリーマーの方、またちょっとね、この作業効率を上げたかったという方ですね、ぜひこの機会に、エルガトのストリームデックシリーズチェックしてみてください。これもチェキホです。チェキラーですね。チェックイットアウトでチェキラーチェキラー、はい、チェキラーチェキラー、難しいね英語ね、よくわかんない。さあ、私的に一番心にぐさっと刺さったのは、このマイクもぐさっと刺さったんですけども、なんと先行セールでダイソンの掃除機、コードレスレザーフィルター付きですねの掃除機が、参考価格が 72,600 円のところ 49,800 円になって、おりました。約 22,000円も安くなってきております。こんなことあるんですね。うん、ダイソンの中でもですね、まあかなり布団とか車の掃除なんかにも使えるような、そういうですねノズルもついているタイプということで、コードレスですしね、なんかまさかダイソンがこのプライムデーに参上するとは思ってなかったんで、いやー、このすごい衝撃を覚えました。これちょっと一旦の余談で掃除機の紹介しちゃいましたけども、いつも私が愛用している、ロードのマイク、ロードのコンデンサーマイクとかロードのですね、機材関係は今回のプライムデーどうだろう、安くなるかもしれないので、引き続きウォッチングしております。X の投稿の方でですね、安くなったなと思ったらもう即時に投稿しますので、ぜひ、この機会にですね DJ リッキーの X ぜひフォローよろしくお願いします。そしてこのポッドキャスト大学ですね、なんだかわかんないけども YouTube につられて、なんだかわかんないんだけど画面につられてなんか波形しか見れないんだけど、なんだかわかんないんだけど最後まで見ちゃった方、ぜひですねこれもご縁だと思いましてですね、チャンネル登録高評価をよろしくお願いいたします。この番組はですね、ポッドキャストに役立つガジェットとか、またいいマイク、いい機材を紹介させていただいております。リスナーは主に、ニッチなポッドキャスターの方々対象となっておりますので、万人受けする内容ではございませんが、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。さあ、今日のポッドキャストはいかがでしたでしょうか。リッキーの X では引き続き、こちら7月16日17日のプライムデーもいい商品だけざっくりとご紹介していきますので、この機会に X の投稿をチェック、チャンネル登録、また X のフォローよろしくお願いします。 Thank you very much for tuning Ricky's Podcast Courage. This podcast has been brought to you by DJ Ricky がお送りしました。 Have a wonderful and fruitful day. Don't forget your smile. 素敵な一日をお過ごしください。バイバイ。 This podcast has been brought to you by DJ Ricky.